5人の金プリ冠番組最終回、平野の仕様、メンバー間の中が前よりも良くなった。感謝。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるように、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。人気グループ、k n g p s の日本テレビ系冠番組、k n g p s 土曜午一30が13日レギュラー放送の最終回を迎えた。22日に平野市二26、岸優太二27、神宮寺優太二25が脱退するためでメンバー5人は白いタキシード姿でスタジオに登場。番組ではキンプルデミー賞と題して全66回の名場面と未公開映像が公開され、平野はキンプル。 で、メンバー間の中が前よりも良くなったんじゃないかなっていうのがあって感謝しかないと振り返った。同番組は2021年5月に単発で放送され、22年1月からレギュラー化。今月20日にゴールデン2時間スペシャル、5756を放送し、幕を閉じる。平野志陽さんプロフィール1997年1月29日生まれ、愛知県出身。 圧倒的なセンスのダンススキルや歌声を持つ一方、チャーミングな発言とのギャップで多くのファンを魅了する。ご視聴ありがとうございました。これからも一緒に応援していきましょうね。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。